それでは第2ラウンド第4試合に行きましょう。これでベスト4決まります。さあそれでは呼び込みましょう。先攻パームライト、後攻シーマ。Oh, yeah. それではビートを聞かせてくれ DJ ファイバーラン。Yep. 先攻パームライト、後攻シーマ、8小節3本でいきます。いきましょう、Ready Fight。あの低いしたミュージックはまるでアンハサウェイさ、ボイル、エンディ、ピーポンに勝つ。俺が狂ったのはあんたらのせいだ。どうしてもお前らを超えなきゃいけねえ。アイマバームライト俺ならいける。ウェッツビーボイ大先輩大好きだけど、マジでフィードルソン俺が転生。この先神戸シンガーソング。余裕なさすぎやろ。それでピーポン追い越え越える絶対無理。ピーポン俺も煙たいでライカチーチョン。意味がわかるか、いつでもアップするヒート。瞑想しすぎ、お前宗教か知らんけど、お前は一瞬で終了だ。俺はスティルプンプン兵庫のボイラー、なめんなバーム君 Right マイセーナー兵庫のボーイ、ルーカスフィルムよりぶっ飛んだドーン。あんたにキングって言われても恥じれ、男にいつの日かなってやんよ。Let's go run レベゼン神戸、今年も気合い入れて頑張ります。マジでウィスペーボイルライパームライソース一面染めてやりたい。一丁前に染めてんのは髪の毛だけ、自分のラップでめくれたぜ。こいつの目標ならたかが優勝、次のビジョン見ねえからライブ出せんだよ。映画ばっか見てる暇あれば俺らのライブに来い、火をつけてやるぜ。昨日何してた、兵庫のブランチパーリー、お前よりも俺の方がドミッシー。 Yeah 昨日言ってねえの間違いねえ、俺に甘いとこがあんの間違いがねえ。今ミュージック作ってビート作って曲作って俺が遅れてることも間違いがねえ。自分にこだわりを持ちすぎた結果、遅れたことが言い訳になってんのも当たり前さ。今日がいいきっかけ、ベストストーリー神戸マジで恥ねえ男になります。そのうちこいつ自分を見つめ直してる、シーマという名のガンジャ吸って見つめ直してる。ありがとうなバームライトズマメン、でも兵庫レペゼンダークサイド。目は外交画面村で迷子、毎度毎度言いながらマイホームは兵庫、共存してる俺ら 2MC。お前よりもヤバいのは確か湯煙。終了。それではジャッジに入ります。先攻パームライト、後攻シーマ。まずはシーマが1ポイント。それではジャッジのお二人お願いします。赤がパームライト、青がシーマ、レディージャッジ。青青勝者シーマ、パームライトに大きな拍手を。どうぞファームさん。結論から言うと、今まで人生で一番悔しいですね。本当にビッグリスペクト兵庫って感じなんで、マジで大阪も楽しいですけど、神戸に遊びに来てほしいし、俺も最近行けてなかったから、また神戸行って俺いたら声かけてほしいし、俺も音源作ってるけどちょっと納得いかなくて全然出してないけど、マジで出すときはちゃんと告知するんで本当にチェックしてほしいです。 KOK ビッグリスペクトありがとうございます。イエーイ、大きな拍手。 I'm a Palm Light。 イエーイ、いや最高な試合でしたよね、やり取りが。さあそれでは試合振り返ってみましょうか。カンさんお願いします。そうですね、はい、まあ非常に面白い試合になってきましたね、全部が。そうですね、うん、またさらに一段階濃くなってって感じですね、はい、まあなんかこうなんだろう、まあそうだな、まあでもとりあえず今のあのパーマーには本当僕パーマー結構好きなんで、兵庫は結構チェックしたいきっかけになったし、うんうん、ね、全部自分でやるタイプなんだろうなと思ったけど、まあその間フリースタイル出て、うん、少しでも傷跡を残したいと頑張ってると思うんで、うん、まあでも非常に癖のあるやつですよねパーマーは。そうですよね、うん、戦いっぷりも、まああと、はい、まあそうだな、フロッグ MC フロッグ、フロッグはあの僕高校セラップ選手権の頃から見ていて、うん、である日突然嫁がいきなりあのこの子知ってるとか言って、あのフロッグって子知ってるとか言って、うん、すごい上手い子いるよっつって YouTube 見て、うんうん、でまず第一印象が同じ子だと思わなかったし、うんうん、もうスキルも圧倒的にこう上がってってるし、うん、
まずあの子はラップのために高校を辞めて、うん、たこ焼き焼きながらラップを頑張ってた子なんで、そうしたら今日はもう首にもタトゥーも入って腕も、はいはいはい、まあでも伊達じゃないタトゥー、タトゥー入れてる分、まあまたスキルもアップしてたし、そうですね、はい、頑張ってほしいなと思いました ね、音源みたいな、ね、耳障りでしたね、うん、本当に。まああと他の試合も、はい、コウ君もすごい、はい、ラップ自体はすごい好きですね。でも高瀬が受けちゃいましたなるほどですね、はい、ズンズッチャーも入っちゃいましたね。さあホークさんお願いします。そうですね、まああと1試合目、ジョーとアデック、なんかここ一番最初のなんかジョーの唯一無二みたいなラインがすげえかっこいいなと思ったら、うん、それを頭でアデックが結構言い返して、うん、4小節埋めてて、うん、そあれやばかったんですよね、すげえ。だから結構俺はここのポイントで結構微妙だったんですけど、はい、でももう一箇所ジョーが山を作ってて、うん、ジョーが勝ったっていう感じだったんですけ ど、 なるほど。でもアデックはすげえ良かったですね。なるほど、はい、あと2試合目のコウもう結構なんか客判定的には結構こうバッチリこう差がついた感じだったんですけど、結構俺は微妙だったというか、ただやっぱ高瀬がもう一個なんか面白みがあるというか、ちょっと笑わされられるみたいなところがあってっていう感じですかね。でも本当かっこよかったですね、みんな。以上です、ありがとうございます。さあそれでは準決勝に進みましょう。